ママ徳元気ラジオ。この番組は合わせ小学校前おいしい雑貨やシャムス、子ども服、子ども用品、制服のリユース&アウトレットのお店マムズマート那覇新都心ストア以上の提供でお届けします。心が出会った気持ちはね、あなたの花咲く合図なの。どんなあなたも許してさ、次のステージ行きましょう。おはようございます。麦ママ徳元気ラジオ、今週も始まりました。パーソナリティはママの元気サポーターでチャイルドカウンセラー、そしてホメマスタートレーナーの堀えりみです。はい、今日も、ね、沖縄はいい天気ですね。こちらね、あの FM 沖縄のスタジオからはね、このこちらはあの伊佐なんだろう、茶炭の海、伊佐とか茶炭の海がね、広がっていますけれども、観覧車とかも見えますね。すごく素敵な眺めの下でね、毎週この生で放送させていただいていますが、もう11月に入りましたね。さすがにね、沖縄ももう朝夕はね、少し涼しくっていうか肌寒くなってきましたね。この季節の変わり目、寝るときは暑かったんだけど朝方になって寒くなってとかね、風邪とかひいてませんか、大丈夫ですか。なんかあの学校の方ではね、今の沖縄はあのインフルエンザも、ね、流行しているよとかっていうことだったり、またなんかあの腸炎ですかね、なんか体調を崩してる子が結構多いみたいです。なのでね、あの体調管理、早寝するようにだとか、栄養をしっかりとるだとか、あのママたちもね、あの、まあ、お子さんもそうですけれども、ご自分もしっかりと休養休眠ね、とって、でまたあの美味しいものも食べてね、栄養補給もして体調を整えたいものですね。はい、では今週もね、またね、張り切っていきたいと思います。この番組はママはもちろんママじゃなくても、心も体もお財布も聞けば何かしら得する情報、聞けばなんだか元気になる情報をお届けしようという番組です。番組ではメッセージを募集しています。おすすめの情報やお得な情報、そしてあなたの近況とかね、最近の良かったこと、嬉しかったこととかね、お寄せください。また番組への質問や感想などもお待ちしています。メールアドレスは 797@fmginowan.com。そして FM ギノワンではユーストリームで動画を配信しています。スマホやパソコンがあれば FM ギノワンのホームページから見ることもできますよ。あのサイマルラジオとかね、ツイキャスとかもやってますよ。はい、でラジオの聞けない地域のお友達にもね、ぜひ教えてあげてください。では、進めていきたいと思います。今日ね、何の話するのって聞かれて、実はね、あの何をお話ししようかなとかね、まだ決まってなかったんですけど、とっさに出てきた言葉が夢のお話しますよってことでね、先ほどね、スタッフの方にもね、話したので、夢についてお話ししたいと思います。夢、あの寝てる時に見る夢ではなくって、こう未来のことですね。自分の未来っていうか、これからどんなことがしたいとか、こんな風になりたいとか、自分自身のこれからについてのことですね。で、あのラジオを聞きのあなたは、あなたの夢は何ですかって聞かれた時に、パッてね、こう答えられるような夢って何かありますか。なんか大きな夢っていうと、すごく大きなものを答えないといけないのかなとかね、いうふうに思ってる方もいるかもしれないんですけども、大きいとか小さいとかじゃなくって、これから先ね、あの自分自身がどんな風になりたいとか、どんなところに行きたいとか、どんなことしたいとか、ね、小さくたっていいんです。自分がね、こう自分自身のこれからを考えてワクワクできるようなこと、これがね、あのそれぞれの夢じゃないかなと思うんですね。だから人からどう思われるとか関係なく、それを語るとき、それを、ね、やってる自分を考えたときに、どれだけねワクワクできるか、楽しくなれるかね、だから頑張れるとかね、
そういう風な、ね、気持ちになれれば、あの全然ね、こう大きくてもいいし小さくてもいいし、全然ね、あの人を気にせず自分自身の夢っていうのをね、どんどん語っていいんじゃないかなと思うんですね。うん、で、あの、私は仕事柄ね、子育て中のね、ママ、ね、お母さんたちとお話しする機会って多いですね。で、子どもたちとも実際にね、こう触れ合う機会ってすごく多いんですよね。あの、学研教室の先生もしてますので、普段はあの子どもたちと一緒にこう楽しくお勉強をね、頑張ってるんですけれども、でそれとね、だから子どもたちと常にいろんな話をして、学校でこうだったああだったとかね、で大きくなったらこんなことしたいとかね、うん、なんかいろんな子どもたちの夢とか聞く機会とか多いんですけれども、でママたちとお話しするときにもね、いろいろ、まあ、機会ありますが、でママに夢は何ですかって聞くと、うん、結構ね、あの自分自身の夢っていうよりも、まあ、子育てで一生懸命っていう時期だからこそなのかもしれないんですけれども、あの子供がね元気で育つことですとか、子供が幸せになることですとかね、なんかあの結構こう子供さんのことについてね話をされるママが多いんですね、うん、でそれはもちろんあの、ね、親として子供の幸せを願うってね、やっぱり素敵なことですよね、まあ、当たり前のこととでもあるし、また素敵な、ね、こう優しい気持ち、愛ね、愛にあふれてるなっていうのもすごく感じます。ただ、ね、子供と親、ね、ママっていうのはね、人格は別なので、別々の人間ですよね。それぞれの人間、それぞれの人生があります。ママにはママの人生、子供には子供の人生があります。なのでやっぱりね、子供がこうなってほしいとかね、いう願いはあるかもしれないんですけども、健康でいてほしいとかね、子供に対する愛ね、たくさん溢れてくる思いあると思うんですけれども、やっぱりそれだけじゃなくって、自分自身、うん、やっぱりママも一人の人間なのでね、自分自身の夢って何だろうって、私がやりたいことって何だろう、ね、私これからね行きたいところってどこだろうとかね、じゃあ子供が巣立っていった時に、今は一生懸命子育てしてるけど、子供が巣立っていった時ね、こう今まで一生懸命こう、ね、お世話してたりとかしてなくなりますよね。その時にじゃあ私何をこう、ね、目標にっていうかね、どんなことをしたいと思っているんだろうとかっていうのをちょっとね考えてみることも大切かもしれません。そうすると、ね、まあ、今子育てで一生懸命だったとしても、ゆとりがないわって方でも、これから先もしね、なんかこうこんなことしてあんなことしたい、ね、ここに行きたい、ね、あそこに行きたいとかっていうのがあった時に、もしかしたら今からちょっとずつね勉強しておいた方がいいとか、ちょっとずつお金貯めておいた方がいいとかね、そういうものもありかもしれません、うんね、準備も必要かもしれません。でイメージいっぱい膨らましてるといいかもしれません。なのでちょっとね、子供と自分の人生を分けて、自分がこれからどうしたいのか、どんな風になりたいのか、どんなことを、ね、どこに行きたいのか、どんな風にしたいのかっていうのをね、ちょっと考えてみる時間を持ってはいかがでしょうか、ね、っていうのも、子供って、ね、やっぱりね大人のことをよく見てるんですね。で特に、母親ママって、ね、お父さんも大好きなんですけれども、やっぱり子供からしたらママって特別な存在、ね、でそのママがやっぱりね、なんかこうやりたいことがある、ね、でそれに向かってこうね、こうその夢を生き生き話してくれるとかね、その夢に向かって輝いている、ね、うん、なんかこう頑張っている姿とか、ね、こう夢を語る時のこの笑顔になるママとかね、そういうのをやっぱり見てると子供も夢が広がる、うん、なんかちっちゃい制限つけずに自分もこんな風になりたい、あんな風になりたいってね、やっぱり思うんですね。でそれってやっぱりね、一番身近なね人がやっぱり生き生き輝いてる姿を見せることが、ね、とても大切なんじゃないかなと思います。なのでママ自身も、ね、自分って何がしたいんだろう、これからどんな風になりたいんだろう、どこに行きたいんだろうっていうのを、ね、改めて考えてみて、それを子供と一緒にね話し合ってみるっていうかね、ママこんなことしたいのよ、あんなことしたいのよ、ね、ここに行きたいのよとかね、将来こんな風になりたいのとかね、どんな風におばあちゃんになりたいとかね、いろいろあるかもしれません。
ね、で誰と会ってみたいとかね、そういうのを子どもとちょっとね、夢をについて、ね、子どもに夢を持ってほしいなって思う前に自分も夢を持ちましょう。そして子どもと一緒にね、夢について楽しくね、こう話しする時間を持つのもいいかもしれません。はい、では、ね、ここでねあっちゃんの曲、ね、またね、ちょっとフルで聴いてみたいと思います。この歌歌ってみましょうよ。元気は自分で作るんだ、言葉が体を作るんだ、クラスの言葉を紡いでさ、神様味方につけましょう。この歌歌ってみましょうよ。はい、あっちゃんの歌ねフルでお届けしました。そしてまたその後のね CM のマムズマート那覇新都心ストア言えてなかったですかね、マムズマート10時オープンですね。で、場所の方が国道58号線琉球新報社ビル隣のね、あの可愛いあの看板が目印なんですけれども、そこがねマムズマート那覇新都心ストアです。10時オープン夜の、ね、7時まで年中無休でやってますよ。で電話番号の方が 098-943-8630
0943-8630、いろんなね買い取りとかねしてくれますし、でまたリユース用品商品だけじゃなくて、新品とかもね置いてます。店内に入るともう本当にねこうワクワクするような商品がたくさんねあります。なのでねぜひマムズマート一度ね行ってみてください。で大型商品の買い取りとかねもしていますので、いろいろね聞きたいことありましたら気軽に、電話してください。943-8630。スタッフの方はほとんどがねこう子育て経験あり、また今真っ最中の、ね、ママたちが対応しますので、いろんなことね小さなことでもね聞いてね安心優しくいろいろとサポートしてくれますよ。マムズマートの発信と真相は行ってみてください。では、またね後半ねお話ししていきたいと思います。ツイキャスの方でねメッセージいただいてますね。イリエンさん、イリエンさんっていうのかな、おじさんですけど趣味で音楽作るのが好きですってね。歌は歌わないみたいですね。音楽作るのが趣味いいですね。何かねそう作ったりする、ね、音楽もそうですし絵を描いたりとかね、あとなんかこうハンドメイドで何か作ったりとか、そういうね作ったりとかっていうのもねいいですね。なんかねこう形として残ったり、まあ音楽は形ではないんですけれどもしっかりね後でまたね聴いたりとかも することもできますしね、弾いたりとかねいろいろと夢が広がりますね。それもねメッセージありがとうございます。はい、あなたはねどんな夢ありますか。自分自身でなんかね私ってどんなことが好きなんだろうっていうのをね考えてみるといいかもしれません。意外とねその好きなことを突き詰めていくとね、なんかこうやりたいことが見つかったりだとか、またそれをね周りの人が喜んでくれるとかね、いうのもありますね。じゃあその周りの人の笑顔を見たいから、じゃあ私は得意なこれをやろうとか好きなこれを突き詰めていこうとかっていうのがねあるとまた楽しくなりますね。はい、ではこのね夢に関連してのねお話後半していきますよ。実はこのね、夢が広がる素敵な講演会があります。学研教室の沖縄のね、学研教室の先生方が主催して、行われる熊本地震チャリティー講演会、日時の方が11月23日水曜日祝日ですね。場所が宜野湾市民会館大ホールで、こちらね、会場が13時、そして講演は14時から16時となっています。で内容の方はこれからのグローバル社会で必要なスキルとは、夢を叶えるために必要なこととはってことでね、やっぱりこれ一人のね方ね、坂本達っていうね名前聞いたことあると思うんです、あるかもしれませんが、実は株式会社ミキハウスのね社長室に勤めていらっしゃる坂本達って方ね、なんですけれども、自転車で世界一周旅行を成し遂げた方なんですね。しかも有給もらってですよ、4年ぐらいかけてかな。やっぱりね本気の夢っていうのは応援されるんですね。で多分このね坂本さんも最初ね自転車で世界一周旅行行くっていうのをねこう周りの人にポロポロってね話した時にはね、みんなまさかみたいなねいう反応だったと思うんですね。でも言い続けるで計画をしっかりと、ね、本気になって、ね、自分が本気なのでしっかりと計画を練るで周りの人にどんどんね伝えていく、そして、ね、スポンサーも募ったりとか実際にいろんな行動をするわけですね。そうすると周りのねまさかって、ね、思ってた人たちもあこの人本気だってね、ではねこんなに本気でそんなね夢素敵な夢を持って本気で行動してるんだったら応援しようということで、周りの人もどんどん変わってくるんですよね。でたくさんの応援をもらって世界一周旅行を成し遂げるんですけれども、この、講演会なんですけれども、バレースクールの、ね、子どもたちが、ね、こう講演の前にねダンスを披露したりだとか三線のね、演奏があったりとか、またねすごく盛りだくさんで子どもたちもね大人もみんな楽しめるようなイベントですね。ただし、対象の方が小学校5年生以上で、
あとはね大人はもう、ね、年齢制限ありませんね。おじいちゃんおばあちゃんまで一緒にね行ってみてください。で参加費の方が、入場料の方が子どもも大人もみんな一人とにかく500円で、その500円っていうのは熊本自身の、ね、支援の方に回しますので、素敵なお話を聞いてしかも社会貢献できる、ね、熊本、ね、の地震で、被害に遭われた方の応援もできるということでね素敵なイベントになっています。でちょっとね詳しく説明しますと、これからね求められるのが子どもたちこれからどんどんね大きくなって社会にとかってなっていきますけれども、いろいろ教育のねこのね、内容とか学校の勉強のあり方とかも変わっていったりするんですが、受験の仕方とかね。で20求められるのは21世紀型スキルってあるんですけれども、グローバル化が進む今世界で生き抜くためにための価値ある学びの力が今後最も必要な力となってきます。2020年をめどに戦後70年ぶりとされる教育改革が進められており、その中でキーワードとなるのが21世紀型スキル、その中核とされるのが考える力、基礎学力、実践力であり、特に考える力と実践力、これは先生から知識を教わり覚えるだけの受け身型の学習では身につきにくいものです。今回はそんな実践力に注目し、子どもたちのやりたいやってみようという意欲を喚起する講演会を開催します。親子でぜひご参加くださいということですね。で、先ほど言いました対象は5年生以上なんですけれども、まあ、3歳以上のお子さん、ね、弟妹とか、ね、いらっしゃるところは一時預かりなんかもありますので、ただしこれは有料で、事前に予約が必要となります。なので、もしも託児希望で、ね、ある方は、お早めにお申し込みください。で問い合わせの方は学研教室沖縄北事務局、電話番号が 098-893-1933098-893-1933までお願いします。あとインターネットの方で、学研教室プレゼンツ講演会って入れるとね、ヒットしますので、そちらの方からねネットで予約することもできます、ね、便利な方をお使いください。電話での予約でもいいですし、ネットでの予約でもいいですし、ね、あなたの合った方法でお申し込みください。ただし先ほど言いました、託児の場合は事前予約必要ですので、お早めに、で改めましてじゃあね、この講演会の日時もう一度お知らせしたいと思います。11月23日、今月ですね、23日水曜日祝日、会場が13時、開演は14時から16時、場所は宜野湾市民会館大ホールにて行われます。ね、ミキハウスの社長室の、坂本達氏を招いて、輝く未来の夢をつかもう、子どもたちを世界へ羽ばたけっていうね、講演会を行いますよ。これは子どもだけじゃなくて大人もね、夢が広がる素敵な講演会です。世界観も変わるし子育て観も変わる、ね、かもしれません。ぜひ、ね、お誘い合わせの上、ね、皆さんでお出かけください。すごくね、これからの自分自身にまた未来に希望が持てる、夢が広がる素敵な講演会となっています。改めましてお問い合わせは、沖縄学研教室の沖縄北事務局 098-893-1933 098-893-1933 までお願いします。はい、では、今日は今週の、ね、ママ特元気ラジオは夢についてねお話ししていきました。ね、あなたの夢は何ですかってね、ぜひラジオをお聞きのねママもね、ママじゃなくてもね、皆さんラジオを聞きのあなた、自分の夢についてちょっと考えてみてください。私の夢って何だろうってね。でそれをちょっとね紙に書き出すといいかもしれないですよ。ね、書き出して視覚化する、そして声に出して読んでみる、そうするとその夢がね実現しやすくなります。でそれをまたね子どもと一緒にやってみると楽しいですよ。子どもにもね夢書いてもらって、でお互いに発表し合う、でそれを聞いてね拍手したり、じゃあママも応援するよとかねいう感じで、話をするとすごく嬉しくなるし楽しくなるし、ね、お互いに応援し合える、ね、子どもとママとね一緒に応援し合える仲間になれますね。
やってみてください。では、今週もあっという間の時間です。提供は雑貨やシャブス、そしてマムズマートの発信と新ストアでお届けしました。では最後に、曲を聴きながらお別れです。元気は自分で作る。